なんだ。ここは。やっとお目覚めか。遅えよ。ナンバー、どこだ。いや。無駄だよ、一番。落ち着け。てめえ、こら！俺たちをどうしようってんだ！だから、まず落ち着けって。はあ？あんたまで何をのんきなこと言ってんだ！俺らはさ、お前の目が覚めんのを待ってたの。もう全員、自己紹介も終わってるから。そういうこと。は？じゃ、始めるか。始めるって、ちょっと待てよ。あんた誰だよ。俺たちは自己紹介まだだろ。うるせえんだよ。カスが。ご存知で、誰？ラオマだ。ラオマ。じゃあお前が、マブチ。じゃあ改めて始めるぜ。いくつか質問に答えろ。野々宮を。ああ。乙姫ランドの店長。あの人をなんで殺した？なんでだ！俺は忙しいんでな。この場で質問できんのは俺だけだ。言うこと聞けないなら仲間を順番にぶっ殺す。か。よし、録画を始めろ。はい。何始めんだい。お前には選択できる権利はない。仲間見殺しにしたいのか。お前は青龍会の人間だな。は？ちげえよ。その割には立派なもん背負ってるじゃねえか。それで仇とは言わねえだろう。ああ、そこまでずずしかねえ。うちの倉庫でこいつを盗もうとしてたって。なんでだ。人民元なんざ日本で使えねえぞ。偽札だろ、それ。ほう、なんでそう思う。見たんだよ。事務したはずの金が急にピン札で現れたの。食材扱ってる倉庫に妙な白紙の束が大事に箱詰めされてんのもな。なるほど。偽札だと承知の上で人民元を盗むつもりだったわけだ。で、盗んでどうするつもりだった。あんたの悪事の尻尾を掴んだんだ。あれを使っていずれ店長を殺した落とし前をつけさせる、そのつもりだったさ。そうか。一番、お前らは俺のビジネスを嗅ぎ回るために倉庫へ入り込んできた。そして入ってからたまたま偽札に気づいたってことだな。クソが。答えろ。その話まだ誰にも知らせちゃいねえんだな。さあ、どうだかね。答えろ。仲間を見殺しにする気か。ちっ、まだ誰にも話しちゃいねえよ。そりゃよかった。じゃあ最後の質問だ。その調子で気持ちよく答えてくれよ。なんだ？さっさとしろ！お前は俺が野々宮を殺したと本気で思ってるのか？ああ、そうだ！いいね。その言葉バッチリだぜ。バッチリ？なんだ？
よそからしのぎに首突っ込んでくるとはな。そいつはご法度のはずだぜ。なあ、青龍会さん。だから、俺らは青龍会じゃ。やめとけ。まんまとやられたのかもな。え？やられたって？異人さんはお互いの島に立ち入らねえのが鉄の掟だ。だが青龍会はそいつを破った。そいつはつまり、ハンピン龍マン上の宣戦布告だ。はあ、カメラ止めろ。おい、何勝手なことばっか言ってんだ。俺は青龍会なんかじゃ。いい芝居いただいたぜ。仕上がりが楽しみだ。何？そうだな。じゃあいい芝居した褒美に一つ教えてやろう。はあ？野々宮をやったのは俺だ。やっぱりてめえか！今撮った映像、倉庫の防犯映像とつないでメンバーに送っとけ。青龍会が仕掛けてきた証拠だってな。はい。お前らには礼を言う。はあ？最初は心配してたんだ。俺が撒いた種に水をやってくれる奴がいるのか。だがお前らが現れた。そして今日、おかげで花が咲くまでにしてくれた。おい待て。何を企んでやがる。聞いてんのかこれ。無駄だぜ春日。はあ、馬淵は青龍会相手に戦争を追っ始めてんだ。青龍会相手にこの町の均衡をぶっ壊す気らしい。戦争？なんでそんなことを。さあな。ただ問題は、青龍会が龍マンに抗争を吹っかけた。その口実に俺らが使われちまうってことだ。俺らが？そんな、どうして。さっきのビデオを使う気みたいだな。でも俺らは関係ねえ。それにあんなビデオ、喧嘩の口実にならねえだろ。だが馬淵は青龍会が仕掛けてきた証拠としてメンバーにビデオを送るように言ってたろ。それに撮影してる時に見せた馬淵の笑顔と妙な言葉の端々、全部がいちいち気になる。何を企んでやがるのか。やろう。少なくとも馬淵はこの町の均衡を本気でぶっ壊す気らしいな。なあ、その話後でよかねえか。見張りのいねえうちになんとかここを脱出しねえと。はあ、確かにそうだ。ねえ、
おい。おい。なあ。なあ。マジか。おう。おう。ああ。うん。ふん。待てよ。なあ、誰も来ねえな。このまま死ぬまで放置ってことねえよな。だとしたら随分気の長い拷問ね。ちくしょう。いや、なんか足音がする。なんだ。見た顔だぜ。ええ、倉庫にいた連中よね。お前らのおかげで倉庫は大破、物も全部吹っ飛んだ。その責任を取ってもらう。トラック爆発させたのはあんたらだよな。俺らじゃねえよ。ラウマーからお前らを見せしめにしろと指示があった。見せしめ。ああ、お前らの死体を切り刻んで青龍会に送りつけてやる。ラオマーには時間かけてじっくり楽しんでやれって言われたよ。部下にやる気を起こさせんのがうまい人だ。そりゃいい上下関係だね。おめでとうさ。お前もそれなりに修羅場をくぐってきたんだろうが、悪運もここまでだ。いつまで強がれるのか楽しみだ。痛いか、怖いか。いい顔だ。ずっと見てたいぜ。やめなさいよ変態。お前は後回しだ。後でじっゆっくり楽しませてもらうぜ。ふざけんな、このド変態。褒め言葉をありがとうよ。ってことで、まずは前菜で。ジジイからだ。
前。いえ、実はラオマーからちょっと申し使ったことがありまして。え、申し使ったって？おい、ラオマーが何だって？なんで鎖外してんだ？私にできるのはここまで。あとは自分たちで何とかしてください。え？てめえ待て！誰だ？命の恩人現るってとこか？え？あ？残念ながら俺の悪運もまだ尽きちゃいねえな。誰なんだあいつは？知らねえよ。ま、今度また会えたら飯でもおごっとくわ。な、ちょっと何のんきに話してんの？ごめん、わりわり。今助けるからよ。よし、行け一番。お願い、頑張って。よし、ちこの野郎、ざけんな。俺の番だな。かかってこいよ。見せてやるよ。これで危ねえ。こいつだ。よし、行くぞ。とっておきだ。ほら、やってやる。俺の番だな。強くなった気がするぜ。そうか。え？
開けてみるか。やったぜ。地下ダンジョンって感じだな。宝箱でも転がってるって言いたいの？お、なんか何見てんだよ。放射しねえぞ。よし、行くぞ。おい、来た。来やがれ。ほら来いよ。
舐めないでくれ。やんのか。ほいきた。よし、いくぞ。また強くなっちまったか。強くなったか。あ、いいな。自分舐めたよ。バカにしてんのか。何なんだよ。やるときはやるぞ。来よ。俺の番ね。俺の番だな。ほら、大福だ。逃げるなら今のうち。やってやるぞ。どうした？来いよ。行くぞ。
来いよ。俺の番だな。こっち見ろよ。なめんな。開けてみるか。やったぜ。あ、いいな。開けてみるか。開いたぜ。
開けてみるか。やったぜ。調子いいみたい。絶好調だ。君、ぶっ殺したいやつ。さあ、来いよ。俺の番だな。見せてやるよ。俺に惚れろ。やってやるぞ。ほら。すまんね。ほら来いよ。俺の番ね。
開けてみるか。開いたぜ。開けてみるか。おお、やっつけて、やっちゃうよ。くらえ、行くぞ。やんのか。ちょっとしんどいな。見せてやるよ。やっぱ入りました。ぶっ飛ばしてやる。俺の番ね。なめんなよ。見てろよ。ザコが。私の番ね。とっておき。ほら来いよ。やんのか。
まさか金庫にあんな奴が入ってるとは。これからは金庫開けるときも少し用心しねえとな。しかし、奴は俺が開けるまでずっと中にいたのか？